京都立花高等学校吹奏楽部同時に出席しなければならないことが多い室内管アンサンブルコンクール、そしてマーチバンドコンテスト、この2種類のゲーム室内管アンサンブルの練習、夏は屋内のみ、吹奏楽コンクール前にたった3週間、そして練習中に毎朝全て実行しなければならないマーチングバンドの基礎練習、最初の30分だけ継続換気、大きな音で演奏する練習をする、息切れが続く、さらに片足立ち。以上が京都立花高等学校です。体幹の筋肉を鍛えるために使用されます肺活量の基礎練習、なぜこのような練習をするのでしょうか。いただくことが多いので、多くのユニットが招待状を作成しました。京都立花もパレードに参加しに来てほしいです、京都立花さんに出演してほしいなどのリクエスト、もともと学生のパフォーマンスの機会を増やしたいと思っていました。そして実はオレンジの悪魔もそれを抱えている、いつでも出て演奏できるよ、心理的な準備、そして誇りに思ってください、オレンジの悪魔です。マーチングバンドへのこだわり、出会うのは運命だ、チャンネル登録へようこそ、見てくれてありがとう。